100年前の人たちが想像した現在の日本の姿とは。今から100年前となる1920年代の日本は、大正から昭和へと時代が大きく移り変わろうとしていた時代であり、現在のように先進技術で社会が変わろうとしている状況とよく似ています。そのような激動の時代であった1920年、日本及び日本人という言論雑誌で100年後の日本についての特集が組まれ、当時の著名人や文化人250名が2020年の日本社会を予想していました。では今の私たちが暮らす時代がどんな世の中になると予測されていたのかを見ていきましょう。日本人口は2億6000万人。まず100年後の日本は人口増加によって米の需給が逼迫するだろうと言われ、食料不足が懸念されていました。しかし現在人口はその約半数となる1億3000万人。日本が経済大国で居続けるためにはそれぐらいの人口増加率が必要だったのでしょうか。現在の日本が少子高齢化という深刻な問題に直面しているとは誰も想像できなかったことでしょう。国の支出の半分が教育費。当時教育の自由化によって国民すべてが大学教育まで受けられるようになることから、国の支出の大半が教育費になると予測されていました。しかし現在の日本の財政課題は教育費ではなく、医療や福祉にかかる社会保障費であり、こちらに関しても少子高齢化社会の到来を予測することは難しかったようです。英語の公用語化。世界が欧米を中心とした社会へと変わっていこうとしていた当時、日本では漢字が廃止され公用語に英語が採用されるという大胆な予測も飛び交いました。現在英語を社内公用語とする企業も登場し始め、世界中がインターネットでつながっていることも手伝い、英語は必須のスキルとなっています。年間2000万人以上の外国人観光客が訪れる日本でも、今後は一層英語力の向上が求められていきそうです。太陽光エネルギーの貯電。100年後の未来では太陽光エネルギーを活用した発電が可能となり、さらにはその電力を貯めておく貯電もできるようになっていると言われていました。この未来予測はかなり的中し、現在ソーラーパネルによる太陽光発電はすでに実現化されていますが、貯電に関して言うなら社会の実用化はまだまだ先になりそうです。地球と火星の通信が可能に。火星探査は人類が実現したい夢の一つですが、当時無線電話の発達により地球と火星との通信が可能となるかもしれないと予測されていました。日本と世界の都市を結ぶ国際電話すらなかった当時、無線電話は夢の通信技術でした。こうして見ると通信の発達が火星への道を開くという予測はあながち間違ってはいなかったことになりますね。紙媒体の終焉。100年後となる現代の社会には紙媒体はなくなり、すべての雑誌は蓄音装置や上映装置を使って発行されているのではと予測されていました。これは現在のインターネットの動画ニュースやデジタルマガジンなどですでに実現してはいますが、今現在紙の雑誌もまだ健在しています。とはいえ今後デジタルメディアが
さらに発達すれば予測通りになる日がやってくるかもしれません。3D ホログラムの社会。最後にご紹介するのは、わざわざ会議室に集まらずに世界の各地より微振電波によって参加できるというシステム開発の予測になります。これは参加者本人の姿を投影した微振像、いわゆる 3D ホログラム同士で会議を進めていくというもので、2020年より起こった新型コロナウイルスの蔓延もあり、いち早く開発の実現が求められています。また世界のどこにいても会議にバーチャルに参加できるようになれば、働き方改革も一気に進むかもしれません。100年前の人たちが予測した想像力に満ち溢れた日本の社会や科学技術、未来は数年先でさえ正確に予想することは難しいですが、今の状況をもとに未来の生活を想像することは楽しく大切なことでもあります。皆さんならこれから100年後の日本の将来をどう予測しますか？